ああ、でかっ。わあ、いいな、やっぱ虫やな。チャリコがシダダブル。わあ、重たいやん。惜しい。腹抜いて、もうこれどこに？それじゃあシルバー取れて、ここにあります。自分が魚になった経緯ですね、私も加太出身で加太で育ってきまして、港も近く、自分の、おじいさんの代から加太でずっと魚屋やったんです。で、それを、私の代でまたもう一つできないかなと思いまして、自分が持ってる魚の知識、より深く勉強した上でですね、またこうやってやろうと思い起業したわけですね。魚を美味しく食べるコツはですね、まずその旬、魚の旬であるとか、魚の産地、果が大事になってくると思います。それとですね、もちろん旬も産地もそうですが、やっぱり美味しく食べてもらうために適正な処理、新鮮な魚でもやはり適正な処理をしていただいて、新鮮だからといってその処理を怠ると、どうしても食べた時に生臭くなってしまうとか、魚独特の匂いが出るので、きっちり処理が必要になってくると思います。そうすることによって美味しく食べていただけると思います。